マイティストライクフリーダムの普通の御霊、ロー、デュールが関わってる説に対するみんなの反応をまとめてみた。あの日本刀、絶対、お前関わったろ。なんならズゴックもお前関わってるだろ。まあズジャケットゲルググでやらかしたしな。バツ関わった、無神経にホイホイ技術を公開した。この日本刀は、キラ君数々の苦難に遭わずに済んだんかなぁ、と少し思う。実体験なら何でもいいだろうにわざわざ日本刀なのはこいつ絡み以外に理由付けしようがない。あんなトンチキ装備の数々わざわざ作るのこのジャンク屋ぐらいしかいないだろうな。むしろこいつが関わってないのにあの系統出てきてたらそれはそれで怖いんだわ。昔から高麗級でお手玉したり投げつけたりするやつだ。なんかもうおかしい。千葉社長のアストレイは今回映画関わらないねーって発言はフェイクだったんですか？キャラは関わってないからな設定。公式外伝だから設定リンクしてるのは当然だろ。設定考えるのは森田の仕事やろうしの。千葉社長、映画見に行って、何あの技術、なんだあの武器と設定や都市的になって集中できなかったと X で言ってるから、本当に知らなかったみたいですね。アストレイやるらしいけどガチで知らんかったのか。かなり前から映画の脚本は9割方できていたらしいから、だいたいどのくらいの性能の期待が出るからアストレイではこの程度に抑えておこうとかいった調整は存在したのだろう。もともと設定考えるのはスタッフに名を連ねてる森田芳乃の方の仕事だからね。リアタイの頃から千葉は彼らから設定を聞いてそれを作品に落とし込む方の作業をやってた。絶対ただの日本刀型じゃないだろ。レアメタル製かプラウドの雷まとわせるとかありそう。公式のまとめ動画でジップスだったのってもしかして、ストライクのアーマーシュナイダーの時点ですでにグレイブヤードが関わってるからね。しょうがないね。ローが関わってないならコズミックイラー世界に一定数の MS に本当の愛好家がいるってことに。どうだろ、種子のテロリスト陣が刀使ってた、ジャンク屋に疑いが行くくらいの認知度だし。認知されてるってことは、日本刀使えばジャンク屋に疑いの目が向くってマジ、みたいな思考のやつもいそう。困ったことに劇場版で劇中セリフでアストレイ要素は全くレベルで言及されてないのにところどころにエッセンスを感じるというのがなんか逆にすごいよ。ズゴックのあれ見て真っ先にこいつ思い出した。関わってないよ。じゃないと何のために新キャラのアルバート出したかわかんないじゃん。アルバートのポジションがローがいそうなポジションじゃん。つまりはそういうことだよ。フォルムは確かにゲルググしてるんだけど今回のゲルググほど宇宙世紀のゲルググ要素引っ張ってないな。こいつとの合わせ技ってこと？あったな、マーズジャケット。アルバート、参考資料です。刀持ってたジンハイマニューバニガタ作ったハインライン曲と同じ名前の人が関わってるんだからローが一切関わってない可能性も一応はある。あれはアストレイの敵の一つである、一族の工作ってことになってる。知らなかったんだ。あの刀普通の御霊って名前だからモルゲンレイテ星だよ。ナガーベラストレイトを参考に作ったのだろう。オーブは関わってない知らぬ存ぜぬジャンク屋がやったことだってことにするのか。外伝作品の調理法としてはめちゃくちゃいいよな。別にローは技術独占してるわけじゃないし、アストレイ要素があるのは嬉しかったけど、ローがやべえのは技術独占するんじゃなくて広めることにほぼ抵抗ないことだからな。なんでガーベラストレイトがパクられてんだよ。特許はどうなってんだよ。特許は。こいつの本領はむしろ本編語だろ。ブラックナイツの機体を維持するような回収できるかわからんが、MS サイズに本当は OS 最適化しないとただ壊れやすいだけってなりそうだけどそこから関わってるのかな。そもそもに本当は切断する物体に対して正確に、刃筋を立てることが絶対条件なんで、パイロットが随時生身スキルの、見切りで走行に対して刃筋を立てるかオートでそれやってくれる専用の OS を作っておく必要がある。初期のモビルスーツだと関節が壊れるらしいが、今のモビルスーツや高級機だと大丈夫じゃないか。ラックスが新装備でガーベラストレイト持ってきててダメだったじゃあなんですか。コンパスとジャンク屋はズブズブの関係だったとでも言うんですか。ターミナルとかそもそもズブズブだし騎士団時代から補給とかジャンク屋頼りだったし。三隻同盟の時点で思いっきり補給してもらってただろ。レーダーにやられて頭のないフリーダム見て、ゲイツの頭つけてやろうか、してた謎からだがゲイツだから代用品としては正解だけど、なんでお前ゲイツの頭持ってる。ってなった。そしてミーティアドッキングからパワーローダーを思いつく。待てよ、あれは同時進行の X の方で頭盗まれたドレッドの音にゲイツの頭をつけてたのが元ネタなんだぜ。なんでゲイツの頭を持ってるのかは、ジャンク屋だから、ですかねー。
イチキプティガーベラ作成時にザフトがゲイツでレアメタル奪いに来たのを返り討ちにしてるからその時のじゃないかな。ああ、そういえば運王のじいさんがまた生身で切りかかってたのジンじゃなくてゲイツだっけか。なんでこのじいさん刀で銃やビーム切れるんですか。ナチュラルですよね。活人剣の達人だからな。こう採点項目にないですねみたいなユニーク技能を持ってるのナチュラルに多くない。ドクターの手術への集中力も大したものだぞ。遺伝子いじるだけでこんな技術種に入るなら苦労しないしな。つまり遺伝子で全てを決めようとするのはこういう一部の超技能を海の底に捨ててしまう愚行であるとも言える。多分特に何も言わずに日本刀の技術とか教えてほしいなぁと言われて教えたんだろうな。ガーベラストレートの素材は一体どこから。ガーベラストレート自体は特殊な素材じゃないよ。レアメタルを使っているのは折れちゃったイチキプティだけだから。銃残刀大量生産品の時点でレアメタル等身ではあるらしいから多分ジャンク品を素材にしているとかでないかな。ロリババアがカーボンヒューマンらしき技術を使ってる時点でアストレイ勢が関与してるのは間違いないんだ。そもそもあの日本刀がガーベラストレートじゃないことに突っ込んだ方がいい。普通の見た目にイチキプティやロードアストレイクラスのなんかすごい金属使ってても不思議じゃない。プレアにでいて特に動きもないと親がいるわけだしな。一応二代目ガーベラもレアメタル製じゃなかったっけ。レアメタル自体複数タネ類あって等身素材だと銃残刀何かにも使われている入手しやすい。レアメタルと150ガーベラに使われていた最高クラス素材のレアメタルは多分別物みたいなんだよね。そのレアメタルを丸ごと鍛造してたのすげえな。多分アストレイ要素は森田と吉野がきっちり盛り込んだんだろうね。もともと森田氏の執筆されてた MSV の設定とかグラフィックノベルは本編と相互の少ない上にしっかりした文章で面白かったからね。吉野氏もすごい実績ある人だしその二人がしっかり設定固めてるなら映画の出来もそりゃいいわな。困ったことにローとキラは命の恩人という接点はあるしジャンクや組合も所有戦力が大きすぎること以外は争いを止める側の組織だからコンパスと提携してもおかしくないのが映像化されない範囲でフリーダムとアストレイの共闘してそう。来るか。フリーダム強奪事件。アストレイ F で久々に戸田に描いてもらうか。アストレイって本編に出てこないからいう世界軸にしか見えないんだよな。出てきてるぞ。無印1話でアストレイで使うからブリッツの腕は切り落として。って指示されたりもあるからきちんと繋がってるよ。体感よりも長い縁なんだよなアストレイと本編ソ。シンのセリフ描写なかったけどおそらくシンとジェスは仲いいからシンもジェス経由でローたちに紹介されたりとかされてる可能性あるんだよな。これは仲良しですねー。めちゃくちゃ仲良しさそうじゃねっこんなにフランクだったの。ジェスは誰とでも仲良くなれるタイプよ。ジェスとシンは直接会話とかはしてないけどジェスはインパルスの演習に違和感覚えてシンを狙ったトラップに代わりに引っかかってるしシンは撤収命令出てる中ブラストで出撃してジェスの救助に手を貸してるんでお互いの印象はいいと思う。日本刀使うには乗ってる人はもちろん MS の駆動関係しっかりしとかないと壊れちゃうから多分教えに行ったんだろうなと思う。なんやかんやで戦闘自体は多少できるくらいなのは一貫してるからね。初代アストレイの時とか、ブルーフレームとか爆風とかの妨害あってようやくなんとかダメージ与えられた程度には力の差あるからね。というか、マリュウさんも言ってたけど、直接体で覚えた方が絶妙な間をつかむことができるんだ。だから、MS の OS に格闘技や剣術などの、体の動かし方を覚え込ませた上で操縦するパイロット本人が格闘技や剣術に習熟する必要がある。技術者っていうかやっぱ海兵隊とかそっち寄りのステータスしてない。マリューは G 兵器開発の統括責任者で、しかもフェーズシフト装甲の開発者でもあり、つまりファーストガンダムでいうトテム、レイのポジションに本来いるほどのすごい技術者のお方だ。見えているものがそんじょそこらの技術者の視点とは違うんだろう。追記するなら、実はマリューが作っていたストライクには材料工学畑にして G 兵器統括のマリューが存在を知らないはずがない。グレイブヤード技術を組み込んで作られた武器があるそう。ストライクのアーマーシュナイダーである。つまりグレイブヤード系技術のノウハウや運用を種返し前からマリューはある程度知っていた可能性がある。ひょっとしたらはそれを踏まえての発言なのかもしれないね。通過さらっと数年前から開発されてたよって書かれてて吹いた。そんな前から始まってたん。